はい、テニス選手、赤です。今日はですね、ボールコントロールについてね、うまくいかないという人ね。まあ、いろんな例ありますよね。例えば、ボレーするときにね、このラケットの面のね、この角度が合わなくても、どこ飛ぶかわかんないとかね。それから、いつもこう、ボール打つんだけど、ボールがもうずれまくってとか、もうフォームがおかしいんだろうかとかね。なんでコントロール悪いのとか、こういうふうなとこなんですよね。ほぼほぼね、なんていうか、この、まず、運動学習をね、理解してない方多いから、すぐね、フォームをいじろうとかね、そういう人が非常にこう、多いんですよね。それを今日はね、ちょっとお伝えしていきたいと思いますね。これ、識別能力なんですね。で、それなら目と手の協調性っていうんですね。これはちょっと詳しくね、またちょっと伝えていきたいと思いますね。まずね、あったのがね、この、ボールでね、なんていうかね、ラケットになんかこうね、ボレーでね、こう、面の角度が合わないとかね、こういうことだったんですけど、まあ、最近ね、まあ、うちの中でこれ、トンカチラケットとかもやってね、これはもう、なんですかね、芯に当たんない人ね、こう、ラケットの真ん中に当たんない人っていうのは、ラケットの中心の位置っていう、この距離感っていうね、これは空間認知の距離を間違っちゃってるっていうか、ずれてるから当たんないんですよね。ところが、その、ラケットの角度となってくると、これまたちょっと違うんですよね。で、角度ってことになってくると、これはね、定位能力とかでは、とか空間認知ではなくて、識別能力ということになるんですね。目と手の協調性ですね。で、これね、昔ね、テニス雑誌で TT っていうのがあって、TT の中でも私ね、技術解説でこれさせてもらったことあるんだけど、例えば、こう、ローボレーとかね、ああいうのでも、こう、面が全然合わないとか、こう、いう方向けに、解説したんですけど、これもしもね、ラケットじゃなくて、もし虫取り網で考えてください。虫取り網で、この落ちてくるボールとかを、こう、ローボレーみたいに、こう、キャッチするっていうふうに、こう、見てもらったら、ね、実はね、目の使い方変わってくるんですよ。ラケットを持ってるからね、こう、打とうとかっていう感覚になっちゃうのね。ところが、虫取り網見ますとね、ボールをキャッチしようっていう風になるでしょう。で、キャッチしようってなってくると、目の使い方ってね、何見るかってね、ボールのね、この、入ってくる入射角度を見ようとするんですよね。そうするとね、ラケットフェースのね、角度って合うんですよ。これね。でね、ダメな人ね、もっと目上だとかね、ダメだ、もっとこっちだとかね、こう、自分の意識でね、この手の面の角度をね、調整しようとする人はね、もうどこ飛ぶか分かんないね、もうロントンパリとなっちゃうからね。だってそうでしょ、ほんと、ピコッと変えるだけでさ、もう、ボールでも何センチも、もう何十センチもこう変わるわけだから、そんな手のね、こんな調整でね、調整できるわけないんだよね、はっきり言ってね。だから、目で見て、どんな角度で来てるのかなっていうね、こう、見てるとね、この面の角度ってこう、合うのね。これを目と手の協調性と識別能力ってことを言うのね。あともう一つね、ストロークでね、もうガシャー体の中でもさっき言ったトンカチラケットじゃないけど、ラケットのこの真ん中がね、合わないっていう人いる。まあ、それはだから距離が合ってないっていうのもあるけど、もう一つね、ボールのね、入射角度を見てないっていうのもあるのね。なので、例えば、こうボールをインパクトする前に、そのボールがね、例えば、ボールっていうのは、直線的に来るのか、例えば、ライジングだったら上からこう上がってくるボールを打つわけですよね。トップだったら、こうちょうど上のとこ打つわけですよね。下がってくると、こう下がってくるとこ打つわけですよね。っていうふうに、この目に入るこの入射角度ってあるのね。だから、この入射角度っていうのに気がついてない人いるのね。だから、ボールを打つ寸前に、どんな角度でボールが入っていくのを一回見てごらんっていうのね。そうすると大体当たったりとか、面のフェースの角度合うんですよね。これがね、角度が合ってくるのね。それはもう本当ね、こう、なんですかね、こう、テニスビジョンの部分ともあるのね。テニスビジョンの教材もあるんで、見てもらえばいいんだけど。まあ、今、常にご購入された方にも、さらにまた無償でバージョンアップをね、また、行う予定なので、1年以上前に買えた方も、ちょっとバージョンアップを決定してるので、また、もうちょっとね、気長く待っといてくださいね。ちょっと、作るのすごい時間かかって、ちょっと話飛んじゃったんだけど。そんな感じで、なんですかね、識別能力は、目と手の協調性だから、テニスビジョンね、目の使い方とも非常に大きな、こう、関連性があるということなんですね。もう一つあるのは、ハイボレーね。ハイボレーがなんか、ラケット手元に当たるとかありません？なんかこう。浮いたボール決めようとな、なんか手元に当たってガシャ当たりっていうのね。あれもなんていうのかね、入射角度を見てないのね。なので、ボールがこう下がってきてるんだけど、この下がってる角度見てないから、ガーンとこうね、なっちゃうのね。なので、ラケットの芯が分かってたとしても、この角度を見てないとね、こうちょうどいけるなと思っても、ボールで早く動いちゃってるもんだから、ああ、みたいな、こう手元に当たっちゃうっていうね。で、ああいうのもね、なんていうんですかね、きっちりこうボールの入射角度を見ると、こう、棒の下にこう、面を入れようとかね。なんかこう、いろいろこう、なんていうかな、細工っていうか、まあ、しちゃうんだけど。
これもだからこの、目がどういうふうに見てるのかっていうことね。だから、僕のこの入射角度をね、うまくこう見ていかないとダメということで、それに対して、手ってね、この、なんてうまくね、目と手の協調性とかが合うのね。それをなんか自分の意識でこうだこうだとかで、最悪の人、もっとフォームをこうしてとかね、体の軸をこうしてとかで、そんなで治るわけないんだよ、はっきり言ってね。で、まあ、根本的にね、なんかぐちゃぐちゃの人、いわゆるググネーってググネーって。そうやったら、もっとこう背筋まっすぐして、もっとこうしてっていうのがあるから、そういうともフォーム直しちゃった方がいいかもわかんないけど、ある程度こうフォームができたんだったら、そういうとこをね、ちょっと、見てもらった方がいいんじゃないかな、ということですね。で、これをですね、まあ、運動学習として、もっとわかりやすく言えば、多くの人がテニスの技術を習得するときにね、もう、なんていうんですかね、こう、勘違い、根本的に勘違いしてる人が非常に多いので、これ伝えますね。コントロールするってどういうことかっていうと、これよくね、ダーツってね、あるじゃん、この手でピッて投げるから、なんか、針がつるんと、ついてね、なんか、羽がついて、針がついて、ピッて投げたら、的にパツンと、刺さるやつね。ダーツに例えられます。皆さん、もし僕、ダーツするときでどうします？最初こう、みんなやってね、こう、こんな感じだけど、知ってません？こうやってして。これなんでかね、目でこう、距離をこう測ってね、こう、どれぐらいかなとか言ってね。で、実際、ポーンとこう投げるでしょ。で、あ、なんか下行ったなとか言ってね。で、もう一回こう、測り直して、ポーンってやってるでしょ。で、その時にね、考えちゃうのは、手の角度はこうだとか、こっちの手はこうだとか、こんなん考えてます考えてないでしょ。何でコントロールしちゃったら、目で見て軌道を狙い直してやってるわけでしょ。その時に、それだけでも手のこの力加減かなんかこう、微妙なとこって調整されてってわけね。これが目と手の協調性ね。で、それがコントロールなわけ。で、このテニスに置き換えると、どんなことをしてるかっていうと、まあ、実際こう狙ってこうボール打ったと。で、こうずれたと、うわーとかで。で、みんな言うのよ。手の角度のこれが悪いとか、このフォームが悪いとかね。最悪だったら、なんか、もっとテイクバックをこうして、こういう風にしろとかね、なんか、根本的なフォームを直しちゃうのね。これをダーツに直すと、パーンと言って、あ、ダメだ。手の角度をもっとこうして、で、こんなフォームにすれば入るかなとかで、ね、こんなことやってるのと同じでしょ。はっきり言ってね。だから、単純に言えば、狙い直せばいいのね。ボーンと打って、あ、下通ったなーとかね。じゃあ、今度もうちょっとこう上を狙ってみようって言って、その、なんていうかね、こう軌道イメージね。っていうのをちゃんと明確に作るのね。で、ダメな人は、あっち打つ、こっち打つ、これだけなのね。ちゃんとネットの高さのどの辺を通して、どの位置に落とすって、この軌道ってあるでしょ。軌道を描くって言うじゃない。その軌道イメージをちゃんとこう、ある上で、打つ。でも、必ず人間で機械じゃないからずれるじゃない。で、ずれた時はどうするかで、フォームを意識するんじゃないね。ちゃんともう一回狙うのして、あの位置なんだな、とかね。そこにこう集中していけば、点々っていうのは、自動的にまあ修正されていると、いうことなんですね。これもね、昔のね、日本テニス協会のね、講習の中でもね、ちゃんと言ってた内容なので、これね、もう普通に、各地の講習でこれ全部こう述べ伝えられてるはずだから、これ、何年前 ?20 年ぐらい前に言われてたよ、これね。いまだこの、なんかフォームがどうのとか、体の軸がこうのとかって言ってんだよね。そんなもんでね、一時治るわけないもん。だって、毎回ね、だってこう、動きも違うし、いろんなとこも来るし、だから、その時の状況でね、やっぱりこう、なんていうのかな、なんですかね、目で見てね。で、どういうふうに狙うかっていうことを、やっぱり、きちんと、意識して、やった方がね、正解なんだよね。その時にいちいちこれ、フォームとか形なんかで考えてるか、ぐちゃぐちゃになるのね。ということなんですよね。なので、結局、コントロール悪い人っていうのは、なんですかね、こう、目と手との協調性っていうのが、まず理解されていないと、いうことなんですよね。なので、もう一つは、こう、なんですかね、こう、普通のラリーするときもそうなんだけど、ウォーミングアップなんかでね。で、うちなんかも言ってるのね、ネットの上のどこ通すのっていうのをね、明確に言うのね。で、例えば、例えばもう、この高さ狙うんだとか言うで、こう狙うじゃないパーって言ってね。でも、それから、その下通ったんならミスショットだよってね。で、もう一回その決めた的を狙ってごらんって言ってね。で、それまた上行ったら、それミスショットだよって。じゃあ、どう直すのって、もう一回こう、目で見てね、なんていうの、軌道をね、確認して、もう一回修正してごらんって、こういうふうにね、言うのね。で、そういうふうなことを、毎回ね、こう、打って、で、反省するのね。あ、今、下ずれたとか、
ちょっと今のは早すぎたとかね。で、中にはね、自分強く打つ気ないけど、なんか無意識でバンとこう力が入っちゃう場合ってあるでしょ。人間大でもそうだから、そういうことあるから。で、そういうのはやっぱ、あ、今力入りすぎたな、これ注意しないとって思うだけでいいの。で、それをこう、毎回毎回こう注意するだけでこう修正していくのね。で、そこで、考えちゃいけないのはフォームってやつね。手の形がこうとか、あっちがこうとかっていうのは、フォームはダメよ。意識しちゃダメよということね。ただし、明らかに怪我に結びつくような、これまずいよねっていうのがあるじゃない。なんかの癖が、生活習慣かわかんないけどね。そういう場合はね、やっぱりね、ちょっとね、意識しなきゃいけないっていう場合はあるけども、基本的にある程度こう、まあ、大まかなフォームができたっていう人に関しては、目で見て調整するっていうね、ことをちょっとしっかりやってください。これ7つのコーディネーションの中の目と手の協調性、視野の識別能力と、言われるものです。ね。どうしても日本人ね、なんかこう、テニスの雑誌なんか見ると、このフォームとかあのフォームとかね、なんかそういうのものすごい好きでね、なんかこっちの軸はこういって、この軸はこっちに移動してとかね、そんなのやるけど、実際プレーの時そんなの考えれてないでしょ、もう実際のところはね。だから、もう体の中の意識、ではなくて、外のものをどういうふうにコントロールするかっていうことね。そこをもうちょっと考えてもらえれば、ナチュラルな動きでコントロール修正できるんじゃないのかなというふうにこう思いましたですね。まあ、今回その運動学習のね、中の、話と、それと、目と手の協調性の識別能力について、まあ、実際のコントロールの良し悪しについてお話しさせてもらいましたですね。それにも対しても、まあ、スポーツビジョン的なことも絡まってるので、ちょっと皆さんなりにもね、わかんないことあったら、まあ、概要欄の方からちょっと、まあ、質問いただければいいし、できることだったら、まあ、簡単なことはお答えしますしね。いろいろと、また、アマゾンとか、そんなでも資料とかも、こう、リンクさせておくので、そこからまだ、自分に合ったものを、まあ、ググってもらえてね、いいものを見つけてもらえばいいし、まあ、うちの中でも教材とかもあるので、で、教材は必ずバージョンアップさせるようにするので、問いながら、なかなかできてないんだけど、気長く待ってね、ごめんなさいね。そんな感じでやってるんでね、まあ、ぜひともね、ちょっとご利用いただければと思いますね。ということでな、頑張ってください。